ちょっと食べてました。はい、よ、桃の助も始まったんで、桃の助、桃も、そう、近くでね配信してるよ。みほちゃん隣だお、ジョミショーのお部屋なのでね、そう。うん、まだ声がガラガラ。スモモモモノスケになっちゃった。なんかしりとりみたいになっちゃった。ツイッターフォローありがとう。隣の。そう、ツイッターでお知らせしたんよ、初めて。できてた？便利な世の中や。おはよう、間に合ったか、間に合いました。おはよう。おはようございます。可愛い洋服でしょ。その代わりにレッスン着が微妙な感じになっちゃって、なんかすごいダサい人になるんやけど。まあいいよね。よいしょ、できてた。じゃーん、うん、私の大好きなオレンジと、じゃーん、フレンチトースト。いいね。ね、とか言うなら俺もさ、あれ、お箸ない。お箸どこ。嘘でしょ、食べれない。え、でも私お箸持ち歩く系女子やけんよ。好き好き、やったね。ポッポッはなかった。なんでもいいよ。どうぞ、いただきます。はい、スプーンもあります。やった、ありがとう。これいただきました、うん、女子力が高い。これ女子力っていうか、もう心配性。心配性すぎるんよ。やったね。ホリンがくれたよ。私食べれるよ、やっと。よかった、ありがとう。あとトロッとやめた、いえ、とろっとゆで卵。用意周到さが良かった。ここで活用できるとは。朝ごはん、そう、食べれないと困る。そう、もう食べること命なんで。ストローもあるし、スプーンもあります。任せて。何でも屋さん最高。美味しそうでしょ。みんな MV 見てくれた？もうかもね、MV のことツイートしたかったんやけど、もう10時過ぎてたからできなかった。荷物多い。そうですね、結構あのこのショルダーバッグに結構この感じ伝わる、重みある感じ、ちょっと重い、知らん、ありがとうみたいな感じ。何度も見たよって。そう、結構ね、自分も思ってたよりね、映っとってね、嬉しかった。めっちゃ入ってるよ、カバンにね。あのね、今のこっち側がね、こっち側がね、スプーンとか入れてね、もちゃん一番可愛いって。こっち側がね、歯ブラシが入れられるやつがあるんですよ。なんかもちゃんとこ見てくれたの嬉しいな。食べてるシーンすか。やっぱりなんかさ、食べてるシーンを、なんかね、可愛いって褒めてもらったんよ。それでしたら他の方からも結構可愛いって言ってもらえるから、そこのシーンが。パセリにもらったサメ、可愛いでしょ、お揃い。あとツイッターも始めたから、なんかもうツイッター初心者すぎてよくわかんない、まだ。ジンベエザミちゃん、今日のハンカチとティッシュ、みんな楽しそうで、こっちも笑顔になる。え、ほんと、私もめっちゃ楽しかったよ。いっぱいある。ちょっとこのこれを機に掃除しよう。ツイッターのフォロワーね、なんかまずは1万人を目指して頑張ろうと思います。ツイッターのヘッダーが姉と妹で交互の組み合わせなのがいいよね。思った、なんかお姉ちゃんの写真がすごいおしゃれすぎてめっちゃいいなと思って、お姉ちゃんに画像をもらったんよ。ほんでそしたらいつの間にかお姉ちゃんのヘッダーがももになってたから、キュッってなった。そうだね、まだ研究生なりました。キュンキュンってお腹空いた時に食べれる、嬉しいってなったよ。あと、おはよう、おはよう、
シルメンパーティーでおなじみ。ツイッターフォローみんなありがとう。ヘクリントレンジ。なんか動画とかもしたいんやけどね。空き時間って考えてみよう。米が余った時用に、ね、心配しやすぎるわし。ふりかけもある。しかも3個あるからね。いっぱい使えるよっていうのと。本当だ、配信も2期生になってるね。いっぱいコンパクトありがとう。これコンパクトで合ってるのかな。そう、あいこじがさ、ももとさ、みほりんとあいこじの3人の動画載せてくれてさ、そうそうそう、ね、嬉しかった。最高、見てね、イエーイってそう、イエーイってやってるやつ。お財布と家の鍵と、うん、あとは今充電器使ってるからだけど、充電器も今日の髪型ね、いまだにもやって、同室の2人に今度で見てます今度してんの嬉しい。完成、ここに収納していきたいと思います。ヘッダーアイリだったね。そうだよ、アイリだよ。もうでもどうせね、バッグの中がやっぱいつもねぐしゃってなっちゃう。ツイッターから来ました、嬉しい。そっか、私ツイッターのスタンだった、うん、このバッグ結構入るからいいんだよ、ね、うちゃうちゃ。よし、準備万端でいつも行っています。よし、よしよし、ありがとう。よし、たしさん、これは魔女の帽子、ありがとう。さん、魔女の帽子、とんがり帽子、ありがとう。くまさんことゆきさん、かわいい、ありがとう。テスティさん、リボン、ありがとう。メガバイトさん、かわいい、ありがとう。タンポップのお酒さん、ほんがり帽子、ありがとう。ラスカルさん、どこありがとう。ひでゆさん、リボンありがとう。たださん、お化けありがとう。もうハロウィン早い早いね、ギフト。たださん、ハートありがとう。ももれんじょうさん、だるまありがとう。スタジオしゅくちゃんさん、かわいい、ありがとう。ケイスティンさん、コンパクト、ありがとう。ひなきさん、ステッキ、ありがとう。くまねパパさん、コンパクト、ありがとう。配信からありがとうございます。エミ様さん、とんがり帽子、ありがとう。タさん、ファイト、ありがとう。ハッピーユキ、タンポポのさきさん、コンパクト、ありがとう。よし、タンポポのさきさん、ありがとう。ジャスミンちゃんもね、ジャスミンちゃん、ニヤさん、かわいい、ありがとう。ニヤさん、お化け、ありがとう。かわいいお化けだね。くまねパパさん、リボン、ありがとう。リボンできてないのことかも。あれ、ティーム行けばよかった。そうね、もうね、チケットがね、売り切れてしまって。レッドさん、とんがり帽子、ありがとう。メガバイトさん、とんがり帽子、ありがとう。てるさん、かわいい、ありがとう。ふみさん、コンパクト、ありがとう。林おちょこじょう、うん、待ってね、林おちょこじょう5、うん、また間違えた。待って、バイト一緒の間違いして。だって林おちょこじょう、ちょごさん、素敵、ありがとう。ピリリさん、ハート、ありがとう。てるさん、コンパクト、ありがとう。おはよう、おはよう。もうスラスラ言えるはずなのにな。会いたかったな。配信チケット購入済み。あら、ありがとう。ありがとうございます。現地着きました。早い。待ってるね。待ってるね。待ってるね。行くねか。今日はね、髪型をまだ悩んでる、ずっと。子供の面倒見てあげる。いやでも、ももちゃんはね、結構もう子供じゃないんですよ。一緒にね、ちゃんと昨日ね、踊りの練習も、うん、ももがパジャマで踊ってるの、私がもうぼやけた目で見ながら、なんかももがふざけて踊ってる動画が多分あるけど、多分あげれん、すっぴんのノーマルだからちょっと何とも言えない。しかもパジャマ、目が寝かけてね。めっちゃ面白い動画があるんですけど、私だけの私だけの楽しみはしますね。すいません、ももちゃんのファンの方。これもう一回見せてくれ。あ、これね、サーヤンが昨日くれたの、なんか昨日、ね、私あのコンタクト外すともうね、もうこんな感じで見えないので、昨
なんかこれ見つけたのって言ってくれて、さあやんがくれて、前踊ってて2人で、私はもう寝転がってたけど、そう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 、2人ともコンタクトで、そうそうそうなんですよ、だからね、そうそう、めっちゃ可愛いね、さあやん優しいので、今度なんかさあやんにお返しをしたい。何しようかな。サーヤン好きなキャラお寿司ってイメージある。なんか見つけたんよって言って、なんかお疲れ様ってくれた。めっちゃね、おもろかった。なんか楽しかった記憶です。メンバー特権発動してます。やったね。やったね。これなんか前髪止めで、そうやんやん、なんかおしゅしおしゅしみたいな、おしゅしだよみたいなあの可愛い、あのじわじわく可愛いやつ太陽があれが好きなの。すごい太陽が感じられる。あれどこに売ってるんだろう、なんかよいしょ、え、アイコジットさんや、大人っぽすぎて見本も子供あふれ、嘘でしょ、え、嘘嘘嘘そんなそんな私たちおりゃあ、食べないか、デザイナーさん、ぜひ、ありがとう、食べます、わなんとサーヤンと着替えそう、おし、かわいいよね、私もサーヤンが好きな好きなのさ、見てからさ、私も好きになりそう、あのお寿司かわいい、サーヤンが好きだし、サーモンちゃんが好きらしいけど、持ってるのはブリだし、いや、なんかショールームで言ってたんでしょ、なんかサーモンと思って買った、あれ違うって、子供ちゃんちゃん似合う、可愛いよねこれ、使おうと思います、大切に、最高のヘタレ日和ヘタれるなよ、ヘタレたちを頑張れって言ってるヘタれないように、皆さん熱くてヘタれないように、それではフレンチトースト食べます、うんうん、うん、甘いですか、でもそんなすごい甘いって感じじゃないかもしれない、逆にいいね、うん、美味しそう、あのめっちゃ気になってるセブンイレブンのフレンチトースト、ふわふわ程よい甘さだよ一人で楽しんでごめんなさいねそう、ももが朝ごはん中ですあ、そう、MV でね、釣りしたんよ、釣れなかったけど、私いや、私もちっちゃい頃フレンチトースト苦手だったけど、なんかカフェ巡りをするうちになんか好きになってきた、なんかあのふわんって感じが嫌だったんだけど、それが逆になんかじわに感じてきた、お箸だって、お箸の正面から食事受け楽しんでます、え？誰かおるなと思ったら、うん、ダダダン、メンバーです釣れなかったの、あのフレンチトーストうまい、マジ絶対美味しい、なんかサラピンが美味しいよって言っててめっちゃ気になってたんですよ、ちょっと食べます、いつか私もそうだね、マイケンさんだって釣れてた、マイケンさんやっぱり上手だから、私ももっと、でもなんか時間短かったからもっとちゃんとやってみたいなと思ったよ、ぜひ魚釣りのお仕事したいよいしょ、椅子が映る、餌つけてなかった、あれ二窓しないけど状況が分かりません、あのですね、隣で配信していて、おもちゃんが可愛く美味しく食べていますフレンチトーストを食べています、美味しそうです、また朝ごはんが食べれそうなぐらいです、私もメホリールームからおはようございますっておはおはようございますどうやっ
土曜日だから大事にというわけじゃなくて、今日はティフがあるので、ちょっと夜はね、まだできそうにないので、うんうん、朝しておきます。トゥトゥトゥ。朝がね、そんなめっちゃ早いわけじゃないからよかったですね。今日よしよ、髪型。今日からアレンジできるんだよ。イエーイ。やったー。今日髪型も私は決めています。ね、もう候補あるのになんか。わかんない、迷っちゃうな。モカはね、私はあれ推しだよ。あれ推し？うん、あれ。あれか。もう伝わる、あれで。あれは似合うくんね。そう、ほぼ夕方、そう、ステージは夕方からなんで、その前に。女の子のファン嬉しいですか？嬉しいです。自分あんまり、女の子のファン、どうだろう？どうなんだろう？少ないのかな？ぜひ。わかんないけど、うん、ちょっと隣さん言ってた、おかえりなさい。あ、もうティフが始まってる。おお、そうなんだね。じゃあ私たちもちょっと遅れて失礼しますって感じになりますね。楽しみすぎるな。髪型もお楽しみに。よいしょ、いつでも言ってくれれば女の子になりますって。全然全然全然、なんかなんかどっちでも嬉しいです。男性の方のファンも女の子のファンも嬉しいもんは。そうだね、2期生になって初めてパフォーマンスは今日が初めて。ずっと口開けて待ってたのに。楽しみ。メール登録してくれたのありがとう、送るね。ツイッターでおしゃれツイートしてみて、おしゃれにできるかな。FKE さんのステージ見るために並んでるんだけど首がきそう。気をつけて。モニターも見たいし、アビコも見たいし、他にもいろいろ見たい、うん、これからね、いろんな僕隊もね近くにありますし、そこでもねまた違う髪型にしようか迷ってます。めっちゃなんでね、うん、髪型にも注目ですね今日は。なんか朝あんまり食べれない人だからさ、きつくなってきた。ティフ楽しんで、ありがとうございます。楽しみます。ももか、か弱い。かわいい。ももか。か弱すぎんか、待って。朝食べれない。朝からいっぱい食べちゃうな。ちょっと分けてあげたいよ。胃袋の範囲。でもゆで卵食べたい。うん、食べなさい。タンパク質だね。うん。マジかわいい。あやこで姉さんって言ってるの、うん、どうしたんだろう。突然隣見てかわいい。うん。朝あんま食べれないって、もう私の胃袋分けたいよ本当に。朝弱いよ本当に、起きないでしょあんまり。そういうことか。かわいい MV のあのね、あの2日朝からそれ話したら、うん、あのね、ね、2日目めっちゃ朝早かったよ、うん、でみほりんは11時ぐらいだったから起きるのが、うん、起きない感じ、時間が。でも自分は何時だったっけな、なんか6時半とかに出るぐらいのの速さで、うん、でも1日目が疲れすぎてもうか寝坊したんで、マネージャーさんがドアドン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 ってなって、ね、なんかめっちゃ夢の中で私ドンドンドンってめっちゃ聞こえるなと思って、でそれも気づかんくて、私はみほりんにそれを起こしてもらって、もう3分くらいで出た。ももちゃんめっちゃ準備早かった。もうずんってくるって言った、いってくるねって言ったの。めっちゃ早かった、めっちゃ面白かった。なんとか、なんとか撮影には間に合ったんですけど、そうもう本当にあんまり今まで寝坊そんななんかしてなくて、でもあのアラームをかけ忘れてたの、寝落ちしてて。あ、そうだ、だからそう、いつもねアラームかけてたらなかなか寝坊したいのにやってしまったよ。
可愛い、めっちゃ疲れとったわ。だってね、夜もね、その日の前日の、うん、アイス一緒に食べよったんかな。あ、そう、でアイス食べながら寝たアイスここに置いたまま寝てしまったって。嘘、頭一瞬、え、もーちゃん起きてって言って、アイス食べながら寝てるよ。嘘、はぁ、あ、って食べて、また歯磨きも多分ちゃんとして寝た覚えてない、可愛い、めっちゃもう目がね、とろってなっちゃった。可愛いよね、めっちゃ。これ早く言いたかったな。そうだそうだ、忘れて、覚えてない。赤ちゃんって言われた赤ちゃんです。そうだ、覚えてない。アイスね、なくならんかったよ、ちゃんと私食べなかったそんなハードね、ハードだったよね。めっちゃハードだった、びっくりした。前日振り入れて、うん、その夜に行って朝早く配信、え、ちょっと MV 撮って、うんうん、そういう次の日もあるメンバーは、そう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 、いやめっちゃ可愛かったですよ。可愛すぎるエピソード、本当にめっちゃ疲れてたんやと思う。もう朝早くて夜も遅かったんで、で朝あれ何時だったんかな、朝なんか 2,3 時ぐらいに私なんか目覚ましかけた気がする。3時とかだったよ。よね、3時50とか、うん、3時半集合とかやる。そんぐらいやった。ぐらいで夜ももう11時ぐらい帰ってきたの、うん、1時半とか。なんか帰りの船で寝てたのみんな寝てた、私んとこも。そう、結構船もね、なんかね、あの別れてね移動するとかがあって、うん、そうヨットと、うん、なんだっけ、なんだあれはなんていうのあれ、なんだっけ、なんか名前あったけど忘れちゃった。なんか2個船の形が違うのがあって、そう、なんかヨットの方、うん、ベッドとかあったり、うん、すごかった。いいのいいのと、もう酔いと戦ってた帰るときは。あー、そっかアイドルさん体力そうだね。赤ちゃんももちゃんの写真はね、あのね、あのねないけどね、パジャマでまた踊ってる動画ないよ見せれんけど見せれないですけど、またパジャマで踊ってるのはあるけど、私の心の中に収めときますうん、クルーザー、あ、そうかもだね、ファンの方が教えてくれた。クルーザーとヨットレ、そうだそうだそう、お肉食べ過ぎて酔ったやつね。そうそうそう、一度しかももちゃんに許可をもらって、ありゃーありゃーもらえる、ありゃーちょっと可愛いんやけどね、パジャマもね、めっちゃパジャマを適当に着すぎてさ多分危ない、危ないんだよね、だいぶめっちゃ可愛いけどね、本当に面白いよ。昨日もねキレキレで踊ってるし、こっちめっちゃ見てるしめっちゃこっちをガン見しながら踊ってくるんですよ、めっちゃ面白い。うん、トーン開けたら上へこんでた、最後、最後っていうか、え、今何分、あ、ここにあった、あと10分だ、私で終わります。で、10時20分、 Yes、 もーちゃんと同室だと楽しそう、本当ありがとう、うん、楽しい楽しい、寝る前も楽しいし、もういいですよ。朝起きた時の今日めっちゃ面白い、なんか何、え、なんか朝起きてなんかベッドにさ、うん、なんかいきなりめっちゃ立ったくない、嘘、表情に来た人みたいな感じで、なんかもう覚えてない行動がやばい、自分の立って固まったって、え、え、嘘、なんか一回なんかおはようって言ってベッドの上に立った、で朝起きたらお猿のジョージが流れてたのしか覚えてないそうだそうだ、テレビ、東京いっぱいテレビ映るやんとか思うけど、ユーリンはさ優雅に朝を過ごしてる間寝てたんですよ、うん、なんかはいや、もうちゃんちゃんと起きてたよ、起きてたけどそう、おもろい寝ぼけてるよ自分、覚えてない、寝ぼけてたんだねかわいい、うん、私はそう朝からお猿のジャージって言っちゃったジャージジャージじゃないジョージを見て、そう起きてました
ほっこりする。よかった。レモリンはお休みって言って3秒ぐらい寝る。うん、昨日も寝てた3秒ぐらいで。ちょ、寝れんとか言ったら寝とった。こだいだまで撮った。うん、寝とった。マジで。だけどお互いの寝顔全然見てない。ね、見てない。もうお休み言ったらもう即寝てる。なんかもう昨日は寝れたし。うん、寝れた。昨日も結構ね。ね、なんか MV の日寝れなかった。みほりもね結構寝れなかったよね最初。そうだ。楽しみすぎて、あともう数時間しかないっていうので。そう。二人して子供やな。お母さんしっかりしてよ。はい。お母さん。はい。じゃあヤンママと、うん、ヤンコママ。こじ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 姉さんって感じする。こじこじ姉さん。いいね、頼りにしてます。うん、大人大人二人。安心感あるよね。うん、ある。なんか落ち着く。ね。むくのにどれだけかかる。なんかさ、ちょびちょびしかむけない。なんかどうやってむくん。むける。え、なんかやばいもん。え、卵ってどうやってむくん。かわいいんだけど、あんま食べないんだよね。あ、こういうことか。なんか手でさ、うん、こうやってパリパリしてたらいい。かわいいですね。卵を植えています。隣の子は、あ、庭出してない方に説明。いえ、卵は私はゆで卵むくとしたら真ん中に亀裂をでっかいのを入れて、そっからちょっと何回かで剥く。頭いい。いいでしょう。いいね。そう、パリパリさん。あ、一緒の人いる。まあ、半分に切れ目つけて一気に剥く。そう、したらね、一気につるんって剥ける時がある。半分で。すごいね。そうそう。庭だなんてって言ってる人が絶対してますね。いいよ、主だから。今日で、今日限定。いやいや、多分いるよ、大岡のルームよ。今にワードしてみてる方が、あらら、あ、卵見に来たって来た。多分みほりんファンの方が、あ、そう、みほりん、ちょっと見てくるって人いる。みほりん推しって書いてる。おもろい。卵見に来たって。どうぞ、卵です。おもちゃん、しかも上がさ、見て、上ないの。へこんど。なんか戦ってる。太鼓みたい。かわいい。おもろい。おもちゃ。おもちゃのルーム見てるやついねえよなって、それひよってるやついねえよなってやつだな。もう分かってきたぞ。分かってきた。分かってきた。東京リベンジャーズ早く2期始まらないかな。うん、もう5話で止まっちゃった。え、見て、全部見て。もう私全部見た、2日ぐらいで。すごい。だってさ、喧嘩怖くない？なんか、もうか、いや、それはね、そう、逆にもっと通り越したのは見れるのに、ね、リアリティがあるものは見れないもん。でも喧嘩なんか痛そう、なんか痛かった、うん、そうなのけど、でも現実感ないやつだったら別に。ああ、そうね。そう、結構絵がね、人間味あるから。なんか結構見るんですよ、そういう系も。結構怖い系。私も、うん、卵綺麗な断面ですね。こっちにそれ。通り越したらなんかオーサムゲームとかそこら辺見る。はあ、オーサムゲーム、うん、私も見たことあるかも。今はんネットフリでさ、うん、イカゲーム、あ、めっちゃ流行ってる。面白い、うん、1話だけ見たん。怖い。怖い。なんかでもああいうのは大丈夫なの、なんか怖くはない。めっちゃ怖かった。イカゲームっていうネットフリックス入れてる方見てみて、うん、めっちゃ怖いよ。なんかあのお化け系とかじゃなくて、人間性とその怖い。怖い。肩抜き超流行ってるみたいな。そうそうそう。なんか葵さんか誰かもプレイリストに入れたみたいに言った。けん、なん、もう、みちさんもいたんだ。 TikTok がそれしか出てこんくて超流行ってる。昨日か一昨日トレンドに入っとったんやって。だけんか、うん、なんか怖かったけど、ママとそれもそれこそ2日ぐらいで一気にした。そう、あ、おじんおゲーム、そうそう、イカっていうのがね、韓国語でおじんおっていうね。へえー。めっちゃ
記憶に残っておりますね。食事風景のスクショいいよ、ツイートして。今日もいい日だな。ももちゃんの食べ物の食べ方かわいすぎて、ね、こっちに帰ってくるこっちあっちじゃなくてこっちに帰ってくる。確かに、口ちっちゃい、かわいいなめでときます。私が責任を持って桃をめでておきます皆さんご心配なさらずじゃあね、あ、本当だ、17分だ、ありがとう。もうそろそろランキング読まなきゃだね、早いね、時間が過ぎるのは。じゃあじゃあじゃあランキング見ます。逆に心配、いや大丈夫だよ。では22位のみほりん賞からいきたいと思います。22位はジェロさん、そして13位はユナイテッドさん、12位奈良西さん、パチパチパチ11位自徳さん、10位タカさん、9位オレリーさん、8位クリプトンさん、7位アックンアット自称ミホポポさん、6位コテンツアット写真さん、5位オロチさん、4位デサイザーアートさん。あれ、なんか私飛ばした？ん？あれ変わったな今ランキングが。22位ルイさん、13位奈良西さん、12位自徳さん、11位タカさん、10位オレリーさん、9位クリプトンさん、8位オオカミさん、7位アックンアット自称ミホパパさん、6位コテンツアット写真さん、5位オロチさん、4位デザイザーアートさん、3位クマネパパさん、2位カンちゃん、そして第1位はフナッチアットのカミちゃんタオスさんでした。ありがとうございました。ありがとうももさんというわけで皆さん、朝配信、今日は朝配信しか多分できないので朝配信で終わりになります。ありがとうございました。またね。ティフ来る方一緒に楽しみましょう。家から見てくれる方もぜひ見てください。そしてツイッターなどもフォローとかぜひぜひよろしくお願いします。では最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんチョキ、ありがとうございました。ではティフ行ってきます。バイバーイじゃんけんしてる人いる、あ、いる、そっちで、はいはい、ね、失敗した、失敗した、負け方、何、最後の最後で残っためっちゃ白身おるよしよしできた。ちょ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 なんかもう食べ終わった、ランキング読みますかわいすぎる。よし、もぐ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 。ズリさ、うん、ミホリンの様子をさ見にさ、ミホリンのファンの方がここのルームにこっち来る、やっほー。それだってみほりの声が聞きたいん。沈黙、沈黙になろうかな。ツンデレ。みほりおしゃべりさんだから。そう、もう本当に独り言も多いよ。一人ごとで。半食。お、美味しかった、ごちそうさま。うん。下にからが一個落ちた。よし。お、壇上見せないようにって書いてる人がいる。見よ、あ、見えた見えた無意識に、危ない、あ、あ、そうだ、いい匂いつけよう。私もオーカも初香水を買ったの、うん、これの新、新しい方、え、いいな、それのじゃあ古い方持ってる、これ見た目も可愛いやん、めっちゃいかない、そう、アイドルって感じの香りするし、え、そう、今回のやつ好きで、めっちゃ、イエーイ、新しいやつ、いい、もう半分なくなった、それ
あら買わなきゃ。私は今日はナナさんの香りです。ナナさんおるのに同じ同じ。よし、どんな香りなの？お花？わあ、落ちた。お花だよ多分。お花。なんかお花。オードゥパルファン。何の匂いだろう。分からん。お花の絵があったから多分お花じゃないかな。可愛い香りです。よいしょ。なんかいい感じの。今日めっちゃむくみがない。めっちゃいい匂いなの。かわいいよそれ。見た目もいいもん。うん。でもなんか入れ替えしたい。重たい。あ、そうね。まだのんきに飲んでるんで。モカはいつでもマイペースだから。でも今日はね、余裕だね、時間。もうじゃあ朝からゆったり配信してる自分。二人とも優雅な朝を。いや、いや、さっきも映らん。いいよ別に。待ってるかもしれん。まあ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 。ね、喉越し。最後の。会員。そのももちゃんのお姉ちゃんのツイッター見よう。顔をそろそろ読もうかな。ペロペロ。かわいい。長袖みほりにチラって書いてチラチラチラ長袖アピール。では今日ティフの配信とかも実際来てくださる方もお待ちしております。ます髪型はお楽しみに。ヘアピンクはありがとう。お楽しみに。頑張ってください。ありがとう。なんかいつもで今までできなかった髪型はすると思うので、よかったら見つけてね。なんかいろいろ食べてたからもうリップがない。まあいいか。お仕事に戻るね。そっかそっかそっか、頑張ってね。配信で見ます。待ってます。緊張する。でも練習したからきっと大丈夫。イエス。なんか今日何やるかもお楽しみに。いや踊ってなかった。でもあのさ、昨日動画で撮った部分が頭に残って出そうなんよ。今ここでめっちゃ面白い。見よ、無音で。他のね、大好きなね振りがあるんよ今日やるやつで。だからそれはちょっとやりそうになるよ。危ない。お楽しみに。楽しみ。ツイッターに、うん、写真今日撮ったやつとか載せたいな。いやいやいや。それでは読んでいきます。はい、うん、あ、リフト。ダーさん、うま、ありがとう。エビサマさん、素敵、ありがとう。カプレさん、リモン、ありがとう。さくらさん、誰もありがとう。幻さん、ハートありがとう。
スタジオしゆくちゃんさんファイトありがとう。うん、大好きなふり、うん、おひ、あの終わったら、あのティフのやつの全部お披露目が終わったら言います。ドキ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 、ね、楽しいよね、踊ってて全部、うん、楽しい、ね、楽しい曲多いから、うん、待っててね、楽しみに。ティフ頑張れ頑張れね、ランキング見ます。13位の幻さんありがとう。12位のふみあとまくふふさんありがとう。11位のひんやんさんありがとう。10位のドラガンさんありがとう。あさももちゃん書いてふ楽しもうね、ありがとう、楽しもうね待ってます。9位のえびさまさんありがとう。言っちゃっていいのかな。8位のくまねパパさんありがとう。もうバレちゃってるから読むね7位のとしさんありがとう。ティフ頑張って。もぐもぐももちゃん大大大好きが止まらん、ありがとうあ、そうタワーの俺今度書くからね、ごめんね、ありがとう、頑張るね。6位のケイスティンさんありがとう。すもものアイス食べながら寝る姿を見てありがとう。でもあん時食べてたのはね、シュークリームアイスだったよありがとう。5位のひでやちさんありがとう。もちゃんころもちゃん、お、今日ころもちゃんいるよ4位のみゆさんありがとう。ももちゃん、ももちゃんもっと仲良くなれますようにもちろんたくさん話してこれからいっぱい仲良くなりましょう。3位のたんぽぽのうさぴさんありがとう。ももみほペアよき、ティフ楽しんでね、嬉しい、うん、結構 MV で一緒に映ってるのでいっぱい見てくださいももみほ。2位のスタジオしょくちゃんさんありがとう。ティフ頑張ってね、応援に行くね、待ってる、早く会いたい、ありがとう。1位の田中裕さん、初めまして、す、好きですって、なんでここに書くのみほりんに言ってあげなよはい、恥ずかしがり屋ですね。てもうちゃんしかとか言いながらこういうことくすぐ言うんだからはい、ありがとうございましたキンモクセイがすごいよいい、本当めっちゃいい、やった、うん、嬉しい。だってさ、ここら辺でも匂ってたもん、普通にあの遠くにいてもさ、いい匂いが匂ってた。いえ、キンモクセイいいねやったね、サイヤンありがとうそうか、私もサイヤンからもらった、サイヤンありがとうありがとうバイバイ、切ります。またね、見てね。バイバイ。